何よりも最後にお伝えしたいのが一番大事なのは、腰を据えてその国の発展に貢献をする。受けれるとかっていうことは正直ありません。ただここには場があります。人と出会える場が、人を生かす場が、皆さんが生かされる場が。写真にちょっと見えますように、上の写真なんですけれども、実は熊本の水前寺というところは県庁がありまして、でその県庁がもう毎日毎日大盛況で、少しずつ少しずつお店が大きくなりました。で自己完結できることは限られてます。お互いに強み弱みがあったら提携するのであって、でその提携をして発展するっていうことは、強み強みでもいいかもしれないけれども、できればお互いの強みと弱みっていうのをしっかりと理解し合って、それを状況が悪いからとか、そういうなんか負のことを持って海外に行く国の人たちは喜ばないんですね。やっぱり本当にその腰を据えようっていうのはなかなか今自分が。ありがとうございました。